仕事もサイン会だったりとか、なんか握手のお仕事はもう一生続く、なんか終わらないお仕事だと思ってたんですよだけどまあいつかは終わりが来るということで、今日をもって全てのお話し会が終わりました、今日までね、まあ、今日もですけど今日まで来てくださった皆さん本当にありがとうございました。すごい桜餅ありがとうありがとうございます。かわいいギフトもありがとう。すごいね、本当になんか楽しいお話を皆さんといろいろできて、本当になんかもう思い返したらもうずっと笑ってた記憶ばっかりですし、皆さんと話しててなんかもう最終的にはフル部数になれたのも嬉しいし、なんか自分の中ではこう結構あもっとこうあればよかったなってことが本当になくて、もうずっとなんか願望が結構叶っていった、感じだったので、いや嬉しいです。しかも最後はね、皆さんのおかげで全完売しまして10枚目も、すごいね、最後まで1部から5部まで最後まで皆さんと楽しくお話しすることができました。今日は本当に皆さん、来てくださった皆さんありがとうございました。寂しい、寂しい気持ちもあるし、やっぱこう最後だから涙を流してくださる方とかもいらっしゃいましたし、いやめちゃくちゃありがたいよね。多分アイドルの STU の私だから来てくれてた人もたくさんいるし、今日でもう本当に多分喋らない、もう話す機会がないって人もいたと思うんですけど、よく来てくださってる人とかはね、多分今後も私のことを応援してくれる人とかが多分いらっしゃる、私のなんかずっと押してくださってる方とかなんで、まだ会える機会もあるのかなとは思うけど、まあね、多分こういった形でお話し会、なんかこうお話をメインにする、1対1のお話し会をメインにするものっていうのは多分今回がラストになるので、本当にね、なんか噛み締めながらお話しさせていただきました。本当に6年半私と喋ってくれてありがとうございました。楽しく話せました。これからもキイカお会いします、ありがとうございます。すごい嬉しい。今日もね、本当にもうずっと笑いが絶えずもう笑ってばっかりだったんですけど、お話し会好きだったよね、楽しかったよね、なんかもうお話し会の思い出なんか今日は皆さんがすごい多分いろいろ考えてきてくださったりとかして、最後だからかな、なんかまあ思い出を話してくれたりとか、なんかお風呂に入ってくれたりとかお手紙書いてきてくれた方とかも何人かいたりとか、なんかケーキ用意してくれたりとか花束用意してくれたりとか、なんか本当になんか皆さんが結構いろいろやってくださってる方とかも多くて楽しかったです本当にありがとうございました。むきちゃん泣いた、むきちゃんは泣かないです私の役割は泣いてる皆さんをよしよしすることだったので泣いてないです今日は皆さんをこうやって泣かないでってよしよしする役割でした。
今日はありがとうございました。こちらこそ一滴も一滴も、私はもうあのみんなをよしよしする役割があるから、私が泣いてる場合じゃなかったのよだから私はもう今日はずっとみんなのお母さんになったつもりで、よしよし泣かないでって、よしよしってかな、今日はよしよし隊でした、私は、うん、でも嬉しい、泣いてくれた人とかもいて、なんかありがたいお母さんありがとうええんやで、ママに任せとき、本当にありがとうございました。今泣きそうよしよし、もうね、なん誰にでもこうもうよしよしします。いやでも本当に楽しかったですありがとうございました。駅前公園のお見送りでよしよししてください。よしよしします。もう泣いてる人がいたら私が問答無用でよしよしします。メンバーとも最後だねって話してたのかな。話してました。卒業メンバーとは特に。私はみちさんと今日は隣だったんですけど、うん、その席がね。いやじゃあ今日最後ですねって言って、実感湧かないですねって、で終わって5時間目の最後の人が、そしたらもうみんながこうお疲れ様みたいな感じですごい拍手してくれて、いや私もすごい6年半のお話し会が終わったから終わったって思っても、私もねイヤホン、自分のイヤホンがあるんですけど、なんか個別でねイヤホンが用意されてるんですよ。でもイヤホンもねもう使わないから、これはじゃあもういつもだったらね返却ボックスに入れるんだけど、ありがとうございましたって言ってゴミ箱に入れたんですよ。でいやすごい6年半思い出いっぱいあったなって思って、こうじゃあお弁当でも食べるかって思ってお弁当食べてたら、ごめんなさい一人いましたって15分後ぐらいに言われて、もう私はイヤホン捨てましたって言ったもう私はイヤホン捨てたからないですって言った、そしたらごめんなさいねって言われたの、新しいイヤホン持ってた何かあんまり最後っぽくない、うん、最後の終わり方でした。新しいのもらえたの、いや新しいのもらいましたその新しいイヤホンしてたの使い捨てなんですよあの人のはもう人が使ったやつは他の人が使えないようになってるから そうなんです咳が止まらん失礼しました。だから捨てたのに、捨てたのにっていうか、本当にあのいろんな思いを込めて捨てたのに、なんか受け付けすぎてから来てごめんねって言いながら来たけど、いいよって言ったけど、私の最後のお話し会の人その会話終わったと思ったら終わってなかったって、よくあるんだけどね。確かになんか受付終了のボタンが押されてなかったから、確かにおやおやとは思ったね。でも8時過ぎても来てなかったから、あもう終わりだと思って、終わりましたおきゆうかって言ったら、みんながもう、わーお疲れ様でしたって拍手してくれて、終わった終わったって15分後に
Oh my god! なんかちょっと、あおってなっおっと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 。そんな感じで、なんかちょっと綺麗に終わらなかったのもまあ自分らしいのかなあんまりなんかドラマのように綺麗には終わらなかったけど、でもね楽しかったです今日は。おきちゃんらしいね、本当に奥ちゃんらしいし皆さんらしいし、ドラさんこうお見送りとか話せるのかな、ドラさんこうお見送りあるのかな、どうなんだろう、あればいいけどなさそうな気もするな。わ、桜の木のタワーありがとうございます。桜の花びらたちが咲く頃、お見送りあるかはちょっと聞いたことがないけどあんまりなさそうな気はするんだよな、コンサートだと。書きます。あと昨日のこの間のお礼も書きます。よいしょ、少々お待ちください。おばちゃさん、タワーありがとうございました。そして愛のこもったお手紙もありがとうございました。嬉しかったです、ありがとう。しおさんもタワーありがとうございます。書くか、少々お待ちください。もうこの紙もねどんどん埋まってきたね、このタワーノートも結構埋まってきました。これを1枚1万円って思ったらちょっと恐ろしいノートでございます。しおさん、タワーありがとうございます。わあ、タワーありがとうございます。今日はお話し会も本当に朝から夜までたくさんありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しかったです、ありがとうこの間のねホフマンさんにもタワーねあげてない、全文遺産もだ、ありがとう。すごい桜の木のタワーめっちゃお花見っぽくなるんだけどありがとうございます。全文遺産よいしょ、ありがとうね。これは桜の木タワーでいいのかな、ね、開花したね。
全文医さん、お花見のタワー、桜の木タワー、ありがとうございます。一足先に、日本で一番先に開花しました。3月23開花、ありがとうございます。桜の花火はこっちが空だから、どこかで希望の鐘が鳴り響く、私たちに明日。この間のねお礼もちょっとついでに書きたいと思います。昨日書けばよかったんだけど。少々お待ちください。ホフマンさん見てるかな。まあ見てなかったらまた見せよう。ホフマンさん、ありがとうございます。この間はお決まりの配信のタワーありがとう。シャカシャカいい音がする ASMR でしょ、文字の。西男さん、タワーありがとう。桜の木タワー、すごい、めっちゃお花見なんだけど、ちょっと絶対ここ来た方がいいよ、お花見行きたい人。このルーム来た方がいい。絶対そうじゃない？塩男さん、ありがとうございます。インスタのストーリーで絶対私を親しい友達に入れてくるのちょっと自由あります、いつも。ありがとう、虫男さん、タワーありがとうございます。わ、咲いた、開花してる、めちゃくちゃ。今日が開花日だったらしい。ホックさん、ありがとう。やばい、ちょっと桜のさ歌めっちゃ歌いたくなるね。奥さんありがとう。しかも桜の花びらも散ってるわ。桜の曲だったら何がいいかな。春一番とか。もうすぐ春ですね。桜の奥さん、桜の木タワーありがとうございます。そして今日のお話し会もありがとうございました。もう過去一過去一ラブラブなお話し会になりましたね。卒業したら結婚しましょう、ありがとう。桜の花びらたちが思い浮かぶ、確かに。桜の花びらたちが咲く頃、何の歌がいいかな。桜桜今咲き誇る、俺も結婚してええでええで。すごい、なんかタワーのノートもうすぐ終わりそう、ありがとうございます。嬉しいね、なんか全部のタワー覚えてるわ、なんかどこでもらったか。ありがとうございます。
たくさんプロポーズされてよかったね。せやねん、嬉しいね。ありがとうございます。お花見出てよかったです。あとちょっと今日、まあ、今日発表ってわけでもないんですけど、28日に四国のみんなとショールーム配信でなんかみんなが置き桃を送る会っていう会を開いてくれるっぽくて、みんなで歌ったり踊ったりとか、四国公演のちょっとなんかそんなガチで公演っぽくやるわけじゃないけど、何曲かちょっとリバイバル風に昔の四国の公演の曲とかやる予定なので、おのおののショールーム端末から多分やると思うんですけど、私の端末も多分配信すると思うけど、多分8端末ぐらいあるから一番見やすい端末になるかは分かんないんですけど、まあなるべくみんなで配信楽しくやりたいなと思うので、よかったら28日ぜひ楽しみにしていてください。一部屋に集まるの、多分レッスン場とかでやるんじゃないかな。踊ったり、その四国のやつを踊ったりとかする予定なので、よかったら。あー、タワーありがとう、ユンちゃん、タワーありがとう。なんかすごいお城来たからさ、めっちゃ岡山城みたいになってる。桜の周りに城があるの、ありがとう。そう、あかりんさんが計画してくださったみたいで、ありがたい。マイカーでもなんかやりたいな。お城タワーなんか岡山城でお花見してる感ある。ユンさん、ユンちゃん、お城タワーありがとうございます。すごいいいお花見会場みたいになりました、ありがとう。 Thank you。 嬉しいね。今日はなんかタワーがいっぱい来る。最後だったからかな、お話し会が。それで投げてくれる方が多いのかな。ありがとうございます。大事にします。そう、3月の28日にやる予定。マイカーでもみんなでやりたいなって思いますね。なんかしら配信、公演がね、うん、なさそうだから、みんなでやってリーダーとか発表する会みたいなしたいな、うん、ねえ。まあとりあえず28日楽しみにしていてください。ココアがリーダーだと思ってた。いや、ココアさんリーダーにしようと思ってたんだけど、なんかめちゃくちゃ嫌だ嫌だって言うから、なんでそんな嫌なんだろうと思ったら、マレーシアに行くことになってるし。誰にしようか迷いますね。まあ別に私指名じゃなくても大人の方に決めてもらってもいいなと思うんだけど、なんか誰がなっても大丈夫だから、まだ全然決まってないですね。なんかそんな
誰があっても、うん、いいなって思うし、なんかやってくれそうな感じはしますよね、誰がなっても、うん、おきちゃん的には誰がキャプテンがいい？なんかいろいろ考えてはいるあ、キャプテン？リーダーじゃなくて、ん？キャプテン？キャプテンってあれか、グループのキャプテンってこと？それはめっちゃ、あ、この子がこうなったらこうなりそうだなみたいなのはありますね。個人的に鬼滅だったら、まあ、みちさんを除いて一期生だったら私はココアさん、ドラさんだったらソラハ、二期だったらサラピー、 2.5 期だったらアズミン、3期わかんないな、なんかそういうイメージありましたね、私の中では。まとめそうなのはまあサラピとかはね、まとめたくはなさそうだけどね。サートリは多分チャートリーしか多分嫌だと思うけど、うん、個人的にはまとめれそうではあるけどなって思ったそんな感じですかね、私の個人的見解ですけど、鬼滅で言ったらね、でもサラピは多分やりたくないと思うなキャプテンとか多分チャートリで可愛い、サラピは多分のチャートリの可愛いを主にしたユニットの可愛いをプロデュースする立場でもあるリーダーだからやりたいのもあるかも、多分全部の全体のキャプテンをやるっていう気持ちはないと思うな。だからあんまりね、なんかめっちゃ言われるらしいからキャプテンなんでしょってあまりね、言いすぎると多分怒りますよ怒ると思います、うん、まあね、でもやれるとは思うけどね、まとめざるを得ないからサラピが、うん、まとめれそうではあるけどって思いますね。うん、多分チャートリーが合ってると思う、個人的にはだけど。キャプテンね、難しいね。じゅんちゃん、クマタワーありがとうございます。かま、うん、くま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 、あ、待って、ちょっと紙なくなったかも。いや、いけるか。ありがとう。ありがとう。まだありました。じゅんちゃん、今日はタワーありがとうございます。いっぱいラブラブなラブラブなお記事運でした。ありがとう。これからもよろしくね。ありがとうです。
嬉しいありがとうございます。ちょっと充電がないから大丈夫かしら。あと30分持つかな。これからもラブラブしよう。ありがとう。こちらこそありがとうございます。サインが大きくなってる。ちょっと太い方で書いちゃった。マッキーの最近サインをそろそろ変えなくちゃなって思ってるんだよね。なんか新しいサインの練習をさ、まあ芸能を続けることかはさ、なんか書き直してたりとかしてさ、ちょっと考えたんよ。私でも今のサインめちゃくちゃ気に入ってるんよね、自分のサイン。今のサインめちゃくちゃ気に入ってて、今のサインはね、まあ言わずも知れ、今のサインはあのこれなんだけど、一番わかりやすいのがこっちかな。ちょっとこっち失敗した。これなんですけど、まあ解説すると、これをなぜ使えないかって言ったら、これ STU48 っていうのが入ってるんですね。ここにちょっとね、すごい難しいから解読はあんまりできないと思うんですけど、ここら辺が STU になってて、あのここが48なんですよ。で、自分のサインをやっぱりこう STU48 が入ってるから、やっぱ抜かないとダメなんですよね。今後 STU じゃなくなるから。このめっちゃ短く端的に書いたら、なんか本当はこういうサインだったんですよ。あのこれがまずこのハートのやつが沖なんですけど、この下に STA って書いてて48って書いてるのがだんだん崩れてこっちになったっていうだけで、ここに STU48 が入ってるんですよね。だからでもこの私のこのハートの沖はすごくお気に入りなんですよ、自分の中で。でもこれだけになったらめっちゃシンプルになっちゃうんですよね。もうこんなんになっちゃうから、最近考えたのは、そのこの間サインの練習しててちょっと恥ずかしいんですけど、こうやってあの優雅にすれば今のサインをそんなに崩さずにいけるんじゃないかと思って、このもともと STU48 って書いてた下の部分を優雅にしてれば、 A がアルファベットの A が数字の8と似てて、ちょっとだけね、いい感じに似たような感じでいけるんじゃないかという、これでいこうかなって最近思ってますこれだと今のこの書きやすさから、もう私はこれがねめっちゃ書きやすいんですよ。あ、これちょっとあのとあるグッズに使ったウサギなんですけど、これがね一番書きやすくていいかな。ちょこのウサギは失敗してるんですけど、最近ちょっと考えてます。まあでももうがっつり違ったサインにするのもありかなとか思ったりするんですけどね。ウサギ気になります。このウサギあのでもそんなあの意味ないんで、あの気にしないでください。落書きみたいなもんですもうがっつりさ、みちさんもサイン変えるって言ってた気がする。あ、みちさんの新しいサイン見せてもらったんですよ。確かになんか結構変わってた。やからがっつり変えるのもありかなと思うんですけどね。ただ個人的にはこのその今のサインにねめちゃくちゃ思い入れがあるから、あんまり変えたくはない気持ちがある。しかもこのサインあんまり他の人が書けないから、自分の中の書き順があるから、なんかね悪用されないかなとか思ったんですけど迷いますね、どうしたもんか。個人的にはこの KA でいきたい優雅だ、 YUUKA で。
とりあえず今のサインから ST48 を抜いたバージョンの仕様であんまり変えずに使っていけたらなって思います。多分見る人が見たら何が変わったんってなりそうだけど、見慣れてる人は見つけやすいね。そうね、私のサインすごいもう見慣れてるって人は多分いい感じだと思う。お、ミッケーってなると思うぐらいあんまり変わらず、いきたいと思います。今日いちごちゃんに今日そう写真集サイン載せました。てか今日3期生がさ可愛かった。なんかみんながさ、なんか誰が来てたかな、なんかかなうちゃんたちが来て、なんかそこら辺の周りが服くださいってなんかせーのみたいな、服くださいって言ったから、なんか思った以上に結構服とか家具が売り切れ始めてて、昨日ツイッターで欲しい人連絡くださいみたいな言ったんですけど、結構 LINE とかあのあと来てて、服とかも服すごいみんなにくださいって言われるから、なんか逆にもうなくなりそうなんやけどとりあえず今度洗濯して全部持ってこうかなって思いました。服も靴もカバンも帽子も上着もちょっとね、東京にも私東京に引っ越すんですけど、あのほぼもうここに置いてって、あっちで買ってあの引っ越し代を節約しようっていうあの計算なので、ちょっとなくならない着るものはまた新しく買えばいいかな、もともとシーズンごとだったんで、春から買います。もう持ってけないよ。でも唯一すごいどうしても持っていきたいものがあって、それはまず1万円の枕めっちゃでかい本当に、でももうでかすぎてどうにも袋にも入れられないし、めちゃくちゃ大きい段ボールに入れて運ばないと運べない1万円の枕、あとファンレターのボックス、これを持ってきたいんですよ。あとメッセージカードの、あの生誕とかでいつももらってるあのメッセージカードのやつ、あれは絶対持ってこうと思ってて、あとは実家に置いたりしようかなと思うんだけど、それがねめっちゃ大変そう。もうもはや枕も誰かにあげようかなとか思ったりしてきた。なんか一時ねツイッターでバズってた、なんか肩まであるすごいマシュマロ枕みたいなやつがツイッターでバズってて、そのままそれを買ったんですけど、めちゃくちゃいいけどめちゃくちゃ持っていくのが大変、迷う。でもなんか結構テレビ台とかチェストとかこたつとか引き取り手が見つかったので いい感じに引っ越し代っていうか、なんか捨てる代がお金かかるじゃないですか、そもそも捨てるのに粗大ゴミって、なんかそれが節約でき始めてて良かったです。家電はもう備え付けなんで持っていかないです。もう全部大きい家具とかはもう全部ここに置いていきます。
もうさよならします。こまごましたやつだけ持ってきます。そう、今日なんかお話し会でこうみんなと話しててすごい引き取り手がどんどん見つかっていけてよかった。キャンドルは持ってく節電とりあえず服を洗わないとだ。節電してます。皆さんからもらったアロマキャンドル早く灯さなきゃだお話し会でもらったやつ。このお気に入りだったこの何ですかね、間接照明をもうメンバーにあげますもう新しい間接照明買おうと思って。おすすめあったら教えてください。一応 IKEA とかでは見てるんですけど、間接照明はこれは結構おしゃれなんで、家具ドルにあげます家具ドルにあげます。結構でも引き取り手が見つかってよかった。もうちょっとしたら壇上を読みたいと思います。1ヶ月ぐらい何もない部屋で生活するのもあり、確かに私一回なんか新居で本当にベッドとデスクだけで生活してみようかなって一時思った。なんかミニマリストの気持ちを味わってみようかなとか。でも絶対無理な気がするんだよな。とりあえずは。でもなんかプレゼントはやっぱりさ、まあ、消耗品以外だったらもう捨てれないじゃないですか。なんでもう皆さんからもらった大量のハチワレたちは、ハチワレとかチーカーとかそこら辺はもう新居に無事持っていくんで、私のキャリーケースの中身が可愛いことになります。ハチワレだらけになります。そうなんです、新居が。私の家めっちゃ皆さんからもらった、テレビ台とかが得意なんですけど、皆さんからもらった人形たちで溢れてる、いっぱいおる早いね。なんか引っ越しの時期がもう迫ってきてるのかって思うと大変だ。すごい、でも内見どうだったって聞かれて、なんかすごい皆さんがね、私のなんだ東京の暮らしをすごい心配してくださってる方が多くて、なんかもう親みたいな優しいありがとうございます。みんな優しい、うん、ありがとう。家電は新しく買い替えた感じですか？家電はね、人生で初めて家電買います。でいろいろ最近見てて、私今まで冷蔵庫とか全部電子レンジも備え付けで生きてたんで、人生で初めて今家電見てるんですけど、なんかレトロな冷蔵庫が売ってて、それ買おうかなって思ってます。なんかね、取っ手のついたアイリスかな、どっかの冷蔵庫がめっちゃなんかちょっと昭和っぽくて可愛くて、なんか色も赤とか緑とかあるんですよ。それにしようかなと思って、可愛い、ちっちゃくて、なんかこういう
あの引き取ってみたいなのがある冷蔵庫が今狙ってます。かわいい。なんかちょっとレトロっぽい部屋も憧れる。白もかわいいけど。最近そういうの見てます。なんか家電見てます。見た目に騙されると買い替え大変。いやでもね、ちゃんとね機能も調べてる。あのこうやってあの YouTube とかでYouTube とかで見てます。大事よね、冷蔵庫は一番大事よね。そうなんです。でも一番さ、なんか部屋をさ、なんかレイアウトを考えてる時が一番楽しいですよね。どういうのにしようかなって考えてる。今がね、今の部屋がなんか3色で絶対まとめようと思ってて、あの現在なうね、その茶色と白となんだろう、濃い茶色、ベージュと白と濃い茶色しか使ってないんですよ家具に。もう全部それだけで生きてて。でもなんかもうちょっと茶色もう飽きてきた。木の温かみもう飽きてきたんですよね。ちょっとずっとそれで生きてきたけど、だから次はどうしようかなって思ってる。何色で攻めるの？いや難しいね。何色で攻めるかね。モダンな感じもいいなって思うし、でも逆、ごめんなさい、逆にもうフランフランぐらいあの可愛いピンクの部屋にしたい気持ちもある。でもな、似合わないからな。すごいね、なんかそういう願望もたまにある。なんかもうピンクのなんかキュルンキュルンなお部屋とかにしてみたい気持ちもある。部屋だけはみたいな、部屋だけはそういう部屋も憧れる。でもな、服と合わないからな。最近はちょっといろいろと見てます。個人的にはもうなんかメンバーの部屋の中ですごいやっぱ憧れの部屋はもう兵藤葵さんとサラピの家が憧れなんで、系統が全然違うんですけど、サラピん家はもう真っ白でなんかめっちゃ可愛いって感じの部屋で、葵さん家はなんか茶色となんか温かみのある照明みたいな感じで、なんかどっちもね自分が目指したい方向、迷う。サラピ系統で行くか葵さん家の系統でいくか、すごいね。それでね家具も迷ってる今、どうしようどうしようってなる。ありがとう桜餅。迷います。でも部屋はねちょっと頑張りたい。ゲーミングチェア買って、ゲーミングチェアとかさ、なんかそういうデスクみたいなさ、めっちゃ羨ましいなって思うけど、ゲームしないからな。そんなパソコンゲーム、私がもしゲーマーだったら絶対光るゲームをPCU にしてたけど、そんなんじゃないからな。葵ちゃんの家は電気が暗いイメージ。え、分かる。葵さんがちゃんと電気つけてるのあんま見たことない。多分帰ってすぐに間接照明つけてる気がする。勝手な想像ですけど。大変だけど選ぶのは楽しいね。そう、この間マイキューと原宿行った時にイケアがあったからイケアで見てきた、いろいろと。いろいろと
ちょっとスウェーデンを感じてきた。IKEA ちょっと組み立てるの難しくないですかね。私だけかな。なんか結構私が多分組み立て下手だからだと思うんだけど、苦手、めっちゃそういうの組み立てるの。あんまうまくいったことない。組み立てに行きますよ。え、もう本当にお願いしたい組み立てサービス頼む。よろしくお願いします。チェストとか一人で作ってみたんですけど、めっちゃ難しかった。無料で OK やで。いやもう本当にね、お金がかからない人に頼みたい。なんてこった、一番ダメだ。対価を支払わない雇い主みたいになってる。ニトリもねめっちゃ見るよ。ニトリ、牢屋、タンスの剣めっちゃ見る。おすすめの家具屋さんあったら教えてください。もうちょっと、じゃあもうそろそろ壇上読むかね。うん、うちの会社、家具組み立て設置の会社です。え、めっちゃいいじゃん、お願いしたい。10歳バンボシさん、12杉谷さん、11とりあえずルービーさん、10やっちゃさん、9位ジェリーさん、8位マッカさん、7位シオさん、6位ジュンちゃん、5位ホクさん、4位ユンちゃんさんでした。ありがとうございました。ユンちゃんタワーありがとうございました。そして3位全文イさん、あ、タワーめっちゃ、そうだ、シオさん、ジュンちゃん、北さん、タワーありがとうございました。そして3位が全文医さん、2位小葉茶さん、1位虫男さんでした。最下1枚目さん、ありがとうございます。そして全文医さん、小葉茶さん、虫男さんもタワーありがとうございました。ってことで皆さん本当にありがとうございます。ちょっと失礼します。あと 7% ぐらいやったけど持つかな、ギリギリかな。充電しようかな、すいません、ちょっと充電をかけちゃう。 7% で4分なら持つかちょっと今何パーセントかちょっと確認した。ちょっとね、充電をねせずに配信をしてみたんですけど、いけるか。じゃあこの配信が終わったら、インスタのコメントにいいねをしていきたいと思います。ポンポコパン、ポッポッポッポンポコパン。そして明日はちょっとだけお知らせがあるので、お知らせっていうほなんかめっちゃすごいあれではないんですけど、久しぶりになんか出演情報が出るのでちょっとだけ楽しみにしててください。袖かわいい、かわいいよね。これマイキューかもってやつ、これももうフリマに出します。 STU フリマにマイキュー出していいって言ったらいいよって。これはマイちゃんからもらったやつで、おきまいを経由したって言ってねって言われたから、これにこれを渡したメンバーには言います。おきとまいが来たやつですってもうこれはちょっとお話し会で来たので他の子に譲渡します。こう可愛いよね。でもまいちゃんもあんま着なかったらしいんよ。ちょっと難しい服だった可愛いんだけどね、なんかちょっと難しい。ありがとうございました。まあ誰に渡るかはお楽しみに。これは多分ね、あれだ、あのスライ、スライの服だった気がするスライは葵さんがよく着てるイメージだけど、私も好きです。
フリマ抽選なの。抽選っていうかまあ早いもん勝ちよね、フリマは。なんか欲しいって言ってくれた子が直接言ってくれた子とかがいるから、その人にあげたいけど、どれがいいか分かんないから。でもそんなねすごい状態のいい服ばっかりじゃないんだよね。じゃあそろそろ終わりたいと思います。配信も今日はラストお話し会でした。皆さんとバイ、楽しくおしゃべりできてよかったです。おやすみ、いい夢。いやありがとうございました。おやすみなさい。素敵なお話し会を、なんか私の中で、自分の中で6年半のお話し会の最後の日がこんなに素敵な思い出で終われて嬉しいです。本当にありがとうございました。多分初めの日も一番最初の日も多分楽しい思い出で終わってたんだけど、全部が本当に思い出です私の中で。ありがとうございました。ゆっくり休んで、また明日も日曜日なので楽しんでください。ありがとうございました。おやすみなさい。素敵素敵デイだ。ありがとうございました。バイバーイ。